オーディンは呂布殿ははっきりとは分からぬがオーディンにつく確かに呂布殿のああちょっといいかよこのまま逃げ切れるとはの追撃はそこまで迫っている。しかも相手は厄介なあの呂布か。たとえしのいだとしても第2第3の追手が来ます。ここは攻めに転じ敵総大将を狙うべきかと。勢いに乗る敵の隙をつくか。ならば奇襲部隊はこの超文猿が率いよう。超文猿将長領様稲葉を共いたします。お呼びかな。学神殿利天殿お二人の分頼みにさせてもらう。長領殿の采配に期待しています。とはいえ一番槍は譲りませんので。やるしかないか。こんな時におじきの敵なんて言ってられないしな。はいドン。おお素晴らしきお働き。神に禁じられ強敵に翻弄され、それでも立ち上がり戦おうとする。か弱い人間のどこにそんな強さか。いやそもそも人間は本当に弱い存在なのか。こんなところに敵だと。だが当社しねえ獲物を置いて帰るな。敵に奇襲を悟られてはならぬ。速やかに突破せん。今日はこれぐらいで勘弁してやる。長領相変わらず呆れるほど強いな。けどあんたにだけいい格好をさせとくのはシャッター。ええ私ももっと戦果を上げてみせましょう。見てんの学神殿凄まじい気迫よ。ならばこの超文言もさらに振るわねば。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。打ち取ったり。はい、手ドン。は手俺の腕見せてやる。お呼びかな。今乗れ。これで勝ったと思うなよ。自ら撃たれに来るとは。望みどう滅してくれん。ここを抜ければ敵本陣は目前。リナ防戦します。この奇襲に我らの未来がかかっている。超文猿が武の髄よくと見よ。はい、呂布の本陣が目の前です。長領様号令を。いざ我らが武にて敵本陣を貫かん。覚悟めされよ。ギュッとならん。なんか急に嫌な予感が。いやこれはキキュー。ショーまんまと騙してやったぜ。こいつは俺が作った偽物だ。偽本陣を狙っての奇襲、まさに私の夢。連合軍の戦力が分散した今が好機だ。奇襲部隊を包囲せよ。同時に連合軍本陣へ攻撃を開始する。待たせろ。何も残らぬほど叩き潰してやる。どうにか片付いたか。急ぎ味方の救援に向かうぞ。ならばこの学文献にお任せを。先駆けとなり本陣への道を切り開きます。落とされる方通りたくば鬼神の娘
目を倒してみよう。霊気ども、今どうかお引きください。上流引かぬと分かっていて言うな。父上の敵に回るなら容赦はしない。よし、どこか寂しげな目をしているな。父を行こうか。申し訳ありません。急ぎ本陣だ。王を破った奴らはここで食い止める。決して本陣に近づけるな。道を開けよう。遮る者は我が部にて薙ぎ払う。さすがです。あなたならばと思っておりました。奇襲を誘う罠にまんまと乗せられるとは。だがモノノフの意地にかけて本陣は守り抜く。諦めろ。雑魚に俺は止められ。あんたが真の三国武将だろう。最初からそんな気がしてたんだよな。諦めはしない。我が闘志燃え尽きるまで共にいざ参る。よし、分かりました。少しは手応えがあるよ。私の知略が破れようとは。今こそ我らの出番ですぞ。背後より取り囲み敵を討ち取ってみせましょう。受けてみよう。神宮殿、みんな気をつけよ。おじきの敵、両軍にだけは負けられねえ。燃えてきたぜ俺。我らの力を合わせれば怖いものはありません。共に包囲を打ち破りましょう。素晴らしい働きを見せたな。おやおや、長領殿ではありませんか。お手柔らかに願いますぞ。それは危険。長軍に全力にてお相手つかまつる。これで終わりではありませんぞ。さすがです。あなたならばと思っておりました。押して参る。超支流参る。リュウとならん。死にこだわる必要はない。趙文元、ただいま救援に戻った。おう、趙理、俺を楽しませてみろ。ここまで粘った褒美だ。貴様らに最強の武器を見せてやる。はぁ、飛ばしに通し、あれが最強か。俺だって源氏武者として遅れは取れん。そうだね。これ以上の粘りはいらぬ犠牲を生む。おじさんも本気を出してこの戦を終わらせるよ。なんというかゼク、まさか一番乗りを狙って。私も負けませんよ。長領殿、よくぞお戻りくださった。遅くなってすまぬ。本陣を守り抜いてくれたこと感謝いたす。あの包囲を抜けてくるとはもはや言葉もないな。さて、こんなものかね。悪くなかったぞ。
武を磨き、次はさらに俺を楽しませてみろ。良き勝負だった。続きはいずれまた。どうにかしのげたな。呂布殿の武は見事だが、そのために皆を滅びの危険にさらすと。長領殿、今は先を急ぎましょう。さらなる追っ手が迫っているかもしれません。呂布はアースガルト元の呂布殿、あらゆる敵の弱き絶望、この勢いに乗りたいところですね。